皆さんこんにちは。ケアラーアクションネットワークの持田恭子です。12月24日午後1時5分から NHK E テレハートネット TV もしかしてケアラーの後編がアンコールで再放送されます。今回はケアラーへの適切な支援についてフォーカスしています。認知症のお母様を介護する女性が日々変わっていく母を見ながら介護をする時の心情が語られていたり、難病のため医療的ケアが必要なご長男と兄弟児の子育てをしているお母さんの思いが語られたり、高次の機能障害のある母親を幼い頃からサポートし続けている20代の女性は、ケアラーと呼ばれることで自分が子供ではなくケアをしている人になってしまうということがなかなか受け入れられないんだという心の葛藤が語られたり、精神疾患を発症したお姉さんのケアを親に代わって学生の頃からやってきたという弟さん、まさに兄弟児、兄弟ヤングケアラーの方のお話があったり、高校2年生でお父様の介護をしていた女性の日々のエピソードなど、さまざまなケースが紹介されています。番組最後のこの女性からの一言は必見です。ネットでも読めるんですけれども、お時間のある方はぜひこの番組をご覧いただけたら嬉しいです。今回も聞いていただいてありがとうございました。じゃあまたね。バイバイ。